ウグイスダニ君、落ち着いてくれるかい？はい、すいません。じゃあ、聞かせてもらおうか。はい。私は演劇部部長として、今年の文化祭にぜひ採用していただきたい企画を持ってまいりました。それは、待ちに待った週末だぜ。寂しかったか、CB ちゃん。なあ、新井くん、どこ行くの？いいとこさ。ねえねえ、僕も連れてってよ。ダメ。どうしてさ？お子様は立ち入り禁止なの。なんでだよ。僕と新井くんは同い年なんだよ。そいでもってさ、新井くんより僕の方が1ヶ月年上なんだからね。子供扱いされる覚えはないんだよ。バカ、そんなことばっかり言ってるから子供だって言われるんだよ。いいか、よーく覚えとるよ。人生は長さじゃなくて密度なの。なんだよそれ。いずれわかるよ。うん、じゃあな。あ、アライくん、行くぜ。総領、お前らゴール下を固めろ。俺が止める。よし、今日こそ地下室から脱出だ。打ち明ける人もなく、素の住まい道切ないで。夢や家族のことを話したって。どうした？お前も食べな。心を開くかには。ほら、怯えなくていいよ。自分の中で分かり合える友達がいるだけでも気持ちは楽になるよ。電話してるその途中、突然気づくのさ。生まれた時から、この、どうしてうまくいかないんだろう。違うって。セーブしてない。また加藤さんに決められてしまいました。でも次は負けませんから。お、楽しみにしてるぜ。そんな強がりは今だけですから。ま、頑張れや。必要なのさ。笑い合える
演劇部部長、ウグイス谷幸之丞か。いつもは控えめで目立たぬ男だが、今日の提案は格別。会長、本当にウグイス谷さんの企画を採用するつもりですか？もちろんだ。うまくいくとは思えないんですけど。何を心配しているのだ。大丈夫、私の計画に抜かりはない。これまでと同じようにな。もう会長の立てた計画だから心配してるんじゃないですか。彼らが絡んで成功した試しがないでしょう。相変わらずお前は心配性だな。この私が大丈夫だと言っているのだから大丈夫なのだ。ディナー。はい、君たち5人を草薙生徒会長が今夜の超豪華ディナーに招待したいとおっしゃっています。おうおう、ハートシールの招待状かい。あ、僕行きたい。俺も。なんだってそんなディナーに招待されるんだ。いいじゃん、わけなんて。草薙パレスに行くとろくなことがねえからな。行ってたまるかって感じだぜ。同感だ。珍しく気が合うな。そうだな。よし、わかった。俺がお前らの分まで食ってきてやるよ。それが、皆さん5名様を一緒に招待しろと会長がおっしゃっておりまして。なんだって？ってことは新井くんと高木くんと中本くんも一緒じゃないと僕ごちそう食べられないの？だ、残念ながらそういうことに。よし、だったら俺に任せとけ。どうすんの？この俺が腕ずくでこいつらを連れていくってことよ。頑張りかな。では加藤さん、よろしくお願いいたします。おう、任せとけ。草薙さんに必ず5人で行きますから、ディナーよろしくってお伝えください。見決まろう。加藤、いい加減に話せよ。そうだよ、もうここまで来て逃げやしねえよ。志村くん、ナプキンは膝の上に、ナイフ、フォークは一本ずつ。ったく、食い物で簡単に釣られやがって。